破滅の化身となった死柄木弔に対し、個性を全開放しながら食らいつくべく、無限の体力と超再生を持つ死柄木の猛攻に徐々に追い詰められ、ついには変則の反動で動けなくなるも、最後の可能性にかけ全身黒鞭化した異形のヒーローが地獄の底から再び立ち上がります。ということで今回はナンバー414オーバーレイについての解説と志村天子の救出方法について考察していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンプクラスアプリで読んでから見てね。それでは行ってみよう。変則と危機感知の個性により死柄木弔と渡り合っていたデクですが、危機感知を奪われさらに変則の反動が来てしまったことで絶体絶命の状態で立案された2代目の作戦、それは先代継承者たちの魂を無理やり譲渡することで固く閉ざされた死柄木の精神を破壊するという1か8かの作戦でした。先代ミサイルが炸裂するたびにデクが弱体化するヤバすぎ戦法。変則の反動で呼吸すらままならず、筋肉や腱がボロボロになっている体に鞭を打つように全身を黒鞭で覆い尽くし、まるで操り人形のようにカクカクと異常な挙動で再び立ち上がるデク。デクな異常な執念に驚きつつも完全に希望をへし折ろうと再び大地に崩壊を放つ死柄木でしたが、煙幕によって視界を遮り、あらかじめ国差によって地形を分断していたデクは天空の棺に搭載された崩壊対策と同じ方法で伝播する崩壊を防ぎつつ煙幕の中から奇襲を仕掛けます。でもさ、死柄木ってサーチでデクの位置が見えるから煙幕って効かないんじゃなかったっけ。当然のようにサーチで位置を把握していた死柄木でしたが、見た者の位置を記憶するサーチの特性を逆手に取り、国差に付着させた血にサーチの対象となっていた2代目の魂を分割し、デク自身だと誤認させることで死柄木の目を欺き、2代目の魂を乗せた一撃を叩き込むことに成功します。2代目の魂って分割できたんだ。じゃあ細切れに分割すれば乱れ打ちすることもできるのかな。2代目と別れを告げ、死柄木の精神を攻撃することに成功したデク。しかしその瞬間、デクの脳裏にありえない光景が広がります。まさかのトガちゃんとダビの再登場。ヴィラン連合が結成された時のビジョンが突然デクの脳裏に映されると同時に、体育祭で轟翔太と戦った時の記憶、そして死柄木がスピナーと口論した記憶が蘇り、理解できない状況にデクは混乱してしまいます。デクと死柄木の記憶がごちゃ混ぜになって出てきてるのかな。異常事態に一瞬気を取られるデクに、さらに追い打ちをかけろと檄を飛ばす6代目。次の先代を打ち込むべくデクは再び拳を振り上げます。煽り分の継承者を打ち込めがなんかひどい。絶体絶命の状態から一縷の希望が見えた今回ですが、事態は思わぬ方向に転んでいきましたね。現実世界と精神世界がごっちゃになってきたよ。今回の考察ポイントは継承方法の継承、次の継承者ミサイル、天子のかゆみ、重なる記憶の4点です。死柄木にワン・フォー・オールを無理やり譲渡する方法として DNA を摂取するというハードルを超えるため、殴った時の血液付着を通して DNA を摂取させるという荒技を取ることになりました。そういえば歴代継承者も全員血がついた手を握って譲渡しているし、映画でかっちゃんに継承した時も血を通して譲渡してたね。今回2代目と3代目が仮説を立てて立証したと語っていますが、立証したの前にちょっと沈黙するのが何とも意味深でした。男2人何度も DNA を交換、何も起こらないはずもなく。ここで気になるのは、なぜオールマイトは継承時デクに毛を食べさせたのかという点です。そういえばみんな血を媒介に継承してるのに、なんでオールマイトは毛を食べさせたのかな。2代目と3代目が研究して立証した血を媒介にする方法を使わず、毛を食べさせる方法を確信を持って行うオールマイト。これらのことから推測すると、オールマイトは志村奈々の毛を食べて継承したということが導き出されます。確かに自分が継承した方法と同じことをやるのは当然の流れだから、ナナさんがオールマイトに髪を食べさせたってことになるよね。先代たちの死に際を見る限り、6代目から継承される時も血のついた手を握り合うことで継承されていることから、血を媒介とした継承を髪の毛を食べさせる継承に変えたのは7代目から8代目への継承時。
つまり志村奈々ということになります。奈々さん、特殊性癖だったのか。すぐ手をつなぎがちの2代目とそれを慕う3代目。何度も繰り返し検証。 DNA の接種が必要。どうやら堀越先生は完結間近で新たな火種を投下してしまったようですね。薄い本のネタをここでぶち込んでくる堀越先生、さすがです。次の考察ポイントは継承者ミサイルについてです。煽り文にも継承者を打ち込めって書かれちゃった。非人道的攻撃。変則の反動をなくすために最初は2代目が打ち込まれていったわけですが、ミサイルを打ち込むたびに弱体化するという大きなリスクと隣り合わせの作戦で、次の犠牲者は誰になるのでしょうか。黒鞭がないと戦えないし、八景で国差にしないと戦闘力ガタ落ちだし、そもそも崩壊対策で浮遊も必要。そうなるともうあの人しか。そうですね、次のミサイルは6代目になると思われます。次に打ち込まれるから今回煙幕の見せ場があったのかな。部活でレギュラーになれなかった3年生を最後だけちょっと試合に出すのようなお情け感が漂ってしまいますが、戦力的に考えるとしょうがないとも言えますね。今回継承者の魂を分割できることも判明したから、6代目を分割しまくった血しぶきで撹乱するっていう戦法もあるかもしれない。このままいくと黒鞭以外を優先的に打ち込まれるので、6代目、3代目、7代目の順番で打ち込まれそうですが、キーマンになりそうなのは7代目の志村奈々の存在です。でもさ、7代目の浮遊って国差があれば代用できそうだよね。重要度でいくと低めの浮遊ですが、志村奈々は志村天子の血縁者であり、何より天子がヒーローを目指すきっかけになった重要人物です。テックにとってのオールマイトみたいな人だよね。2代目が打ち込まれ、心を閉ざす鉛の塊を破壊することが可能ということが判明したので、志村奈々を打ち込むとしたら、鉛の塊が完全に破壊され天子の心が見えたところに打ち込むのが最も効果的です。人の心あるんか先方。テクと死柄木の精神が交差し身動きができない状態になっている今なら、最後まで残るのは5代目じゃなく7代目になる可能性もあるのではないでしょうか。オールマイトはそもそも無個性だから打ち込まれない可能性もあるし、6代目を打ち込んだ後の状況によっては連続ミサイル発射する可能性もあるよね。そもそも黒鞭、八景、浮遊をどれか失った時点でまともに戦えなくなる可能性が高いので、一気にラッシュを打ち込み精神世界での戦いに移行する可能性は非常に高いと言えるでしょう。とりあえず6代目を分割して打ち込んでみよう。次の考察ポイントは死柄木にかゆみが復活してきている点です。よく見ると首筋をガリガリ描いてるね。このかゆみというのは天子のストレスから来るアレルギー反応で、天子は家にいるとかゆいと発言しています。家が嫌いだからかゆくなっちゃうのかな。他のシーンを見てみると確かに強いストレスがあった時にガリガリと描いているのですが、モンちゃんにヒーローの話をしている時なども頬を引っかいている様子が見受けられます。モンちゃんと遊んでいる時はストレスなさそうなのに、なんでだろう。家族全員を殺した時にかゆみはなくなったと言っており、その後のオールフォーワンの見立てでは破壊衝動を我慢しようとした時に溢れて体にかゆみとして知らせていると語っています。破壊衝動を解放するとかゆみがなくなって、我慢するとかゆくなるってこと。これらのことをまとめると、自身の破壊衝動を全盛で抑え込もうとするとかゆみが生じるということになりますね。じゃあさ、モンちゃんとヒーローの話をしているときにちょっとかゆくなるのはどういうこと。おそらくヒーローという善の存在を考えることで無意識のうちに破壊衝動を抑えることになってしまい、その代償にかゆみとして肉体に現れたということではないでしょうか。ということは今回死柄木にかゆみの症状が出たっていうのは、死柄木と村が伝播する崩壊に覚醒した異能解放軍との戦い以降、死柄木がかゆみを発症することはありませんでした。これは破壊衝動が天子の前世を食い尽くしたことでかゆみが発症しなくなったと考えることもできます。しかし今回の戦いでかゆみが復活してきたということは、死柄木と村の中で天子の本来持っていた前世が増大してきているということのサインではないでしょうか。呼吸困難でも折れないデクの異常なまでの天子を救いたいっていう思いが心に響いてきているってことなのかな。スタートの戦いで
意志を継いだ英雄の誰かが必ずお前を打ち滅ぼすと言われた時、天子は英雄の誰かに対して緑矢とこぼしています。天子の中では英雄イコール緑矢という認識がすでにあり、どれだけ絶望させても先代たちにもう救うのは諦めろと言われてもなお折れないデクの信念に心を閉ざしていた天子がこうしているということを、かゆみというシグナルで表現しているとしたら、この戦いの決着は近いのかもしれませんね。最後の考察ポイントはデクと死柄木の記憶の交差です。二人の過去がめちゃくちゃに出てきてるからカオスな状況になってるよ。今回のサブタイトルオーバーレイとは重ねる、被せるという意味を持つ言葉です。このサブタイトルが表すようにデクと死柄木の記憶が重なり合い、ごちゃ混ぜになって出てきているという、まるで高熱の時に見る悪夢のような光景が広がっていますが、この現象にはどんな意味があるのでしょうか。トガちゃんとダビがヴィラン連合に面接しに来た時の記憶だよね。コミックス8巻ナンバー66エンカウンターで描かれたエピソードで、ステインが起こしたホス事件によって感化されたヴィランたちが集ってくるという内容ですが、この時死柄木は自分ではなくステインに憧れるトガたちを見て腹を立て、デクに襲撃をかけたことで自分の本心を知るという、序盤のフラフラとした信念のない死柄木が大きく成長したきっかけになった事件です。死柄木にとっては結構重要な思い出なんだね。さらに交差した UA 体育祭の轟翔との記憶は、デクがなりたい自分を強く認識した時の記憶で、一緒に現れたスピナーの記憶はオール・フォー・ワンが逮捕され指導者を失ったヴィラン連合に不信感を募らせ死柄木に詰め寄るシーンです。ナンバー220の僕のヴィランアカデミアのワンシーンだね。このエピソードでは死柄木が口にしていなかった自分の信念、一度全部ぶっ壊すという意思を表明した回でもあり、体育祭やスピナーの記憶はデクと死柄木がどちらもなりたい自分をはっきりと表明したエピソードでもあります。時系列順で見るとごちゃごちゃの記憶に見えるけど、デクと死柄木の心に大きな変化があった記憶がリンクして現れているんだね。一見すると真逆の人生に見える2人ですが、実は1点だけリンクする過去の記憶があります。それはヒーローになりたかったという記憶です。今は全然違うけど、子供の頃にヒーローに憧れていたことは同じだよね。ヒーローになりたいと願った2人の少年、片方は憧れのヒーローから力を譲り受け、もう片方はヒーローになる夢を否定された。途中まで同じような人生を歩んでいた2人の少年は、この時を境に真逆の人生を歩み始め、ついには世界を救うヒーローと世界を破滅させる破壊者へと姿を変えました。血がつながってるけどワン・フォー・オールを継承されなかったテンコと、血がつながっていないけどワン・フォー・オールを継承されたデック、なんだか表裏一体の関係だよね。この記憶の交差が行き着く先、それはヒーローになりたかった幼い自分、誰かに救いの手を差し伸べてほしかったテンコと、自分を犠牲にしてまで困っている人を助けたいデク。この戦いの結末はかつてデクが精神世界で至った決意、それでも僕はあの子を助けたいと願ったあの時のシーンに行き着くのではないでしょうか。デクがテンコの手を取るシーンを早く見たいよ。オールマイトがスターに、スターが次の世代に紡いだように、ヒーローの意志は紡がれていくことに意味があります。僕のヒーローアカデミアという物語は、緑アイズクという少年が最高のヒーローになるまでの物語として始まりました。最強のヒーローではなく最高のヒーロー、なぜデクが9代目継承者だったのか、デクが本当に救いたいのは誰だったのか、2人の兄弟から始まった長い憎しみと戦いの連鎖を終わらせ、最高のヒーローを目指した1人の少年の運命がどうなってしまうのか、あとほんの少しの時間ですが、みんなで見守っていきましょう。堀越先生、次のジャンフェスで土下座してください。ということで今回はナンバー414オーバーレイについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。あなたの感想や考察をコメント欄で教えてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ。